もうちょっと遅れるどころじゃなくてだいぶ遅れてますけどね、皆さん大丈夫かな。いやな、もうネザー行っちゃおう、俺もう我慢できねえ。あ、行きます。ネザー行くわ、俺その装備で大丈夫。ルーキー、その装備で大丈夫か。大丈夫か。ちょっと鉄装備作ってくる。さあ行くか。いや、発狂してる。目が、目が、ムスカや、目が。え、なんか痛い、なんか痛い、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 痛いな。なに、なんか痛いね。ウィッチいるな、これ。低速、あ、違う、ウィッチじゃない、この後、新種のスケルトンだ、これ。あ、ビグリン来た、ビグリン来た、ビグリン来た。寒いとこだからね。いや、俺、金装備つけてっから、大丈夫。イエーイ。じゃあ、こいつなんとかしてくれ。いや、無理、喧嘩売ったら、俺も倒されるから。お、出た。ネザー、ネザーから出た。ネザー出た。よし。はい、扉つけた。目と目が合う瞬間過ぎたと気づいた。掘っていきます、ちょっと。あ、そうだ、こいつら扉使ってくるやん、普通に。前、なんか、爆発した。マジで？なんかまあ、そういうこともあるよねっていう。せやな。今から掘っていくわ、怪魚店まで。はい、じゃあ持っていくわ、ネザーゲント。やっぱインヌいいわ。あっつ、めっちゃいっぱいいたな。あっつ、あっつ。いや、マグマ1マスやめろ、危な。どういう状況なの？いや、まあ先行けば、先行けば分かるよ。うん、ちょっと、できないから見とくわ。うん。待って、待って、待って、待って。今日、キノコ伝説のリリース機だって。え、まだリリースしてなかったんや。何、何の話？キノコ伝説。キノコ伝説のリリース日。あ、まだリリースしてないんだ、あれ。あれ、予約あるやろ。あ、ガチか。絶対面白くない。よく言う。いろいろ怪しいよな、あのゲーム。よう言ったわ。ヒノキのも遊ばない。ヒノキのも遊ばない。じゃあ俺も遊ばない。どうしたんだ、なんでみんな遊ばないんだ。このゲームは詐欺だ。詐欺じゃん。自分で言うとるもん。自分で言ってるじゃん。あ、この一本、一本道越え。あの上を、上を塞ぎましょうか。いや、上塞いで、横塞いで。いや、横を塞ぐ前に上だな、とりあえず。上？うん。あの溶岩のところまで上塞いで、そっから横でいいと思う。溶岩が流れてくるから上先塞がないと。ネザー君どこにいるのこれ。え、今通路作ってるよ。いや、その通路がどこか。掘り下げたところがどっかにないっすか。あー、やばいかもー、やばいかもー、死んだかも。死んでるな。で、俺の、あー、死ん、うわ、めっちゃアイテムある。ありがとうございました。ありがとうございました。俺のブーツが勝手に鑑定されてる、最悪。ありがとうございました。オールグリア、オールグリア。AC。AC、そんなこと言わないで。AC。オールクリアは AC です。で、AC ジャパンはこの活動を支援しています。支援すんな。
ったんだよ。マジで怖い。うわガストもいる。うわ怖い。これガスト排除するわ。弓あるから。あーあーあうざいな。やば。うわうわうわ。どうすんだろうあの人。池ガスト池ガスト。やれ。しりしりやれこれで。やれこれ。やれガスト。危ない危ない危ない。殺せ殺せ殺せ。危ない。セーフセーフセーフ行かないセーフあ、行ける危ない危ねえ殺せ殺せ本当に危ないガストどこマジでいや、わかんない1体殺したけどもう1体どっかにいる俺の西子シールド奪いやがってマジ許せねえじゃあ全部殺してくれめすやばいマジでホラーゲームだった今どうしようもない一瞬ホラーゲームやってた俺冷や汗かいたマジで座ってんだよ肌抜けや怖え怖っ代わりはいくらでもいるんだもんあ、もうやだ、ないじゃん西子シールドあれいないか確認してあのガストうんないけど、見た感じいないけどじゃあ、オッケーいないねいろいろ壊してみてるけどうん、危なかった本当に怖い、本当に俺の西子シールドがふう、危ないまあ、1匹くらい殺したっはい、まあ彼はそう思いますけど、まあ僕はそう思いませんからね、皆さんそうそうそう僕はそう思いませんからね、別にそう思わないで泣いちゃった泣いちゃったか、そっか泣いちゃった、あっつ、あっつ、死ぬってあっつ、あっつ、死ぬあ、燃えてる死ぬ、危ねえなんか倒した今のやつ倒したガスト倒したけどいたのあーこっちにいるあんあーちんうわいたもう一匹いたいやー耳が幸せですあーちん当たんなあ2匹いるあ1匹倒したもう一匹いるあーよしよしよくやったもう一匹いるよそれよくやったいやまあそうだそうだよあれどうにかしないとあ撃ってくるあーいもうダメやんこれおいダメやんけこれあ正面から来た今の正面から来た敵うんいや正面から来た無理どうしよう全ロスですありがとうございましたみんな全ロスみんな全ロスですねこれ僕も全ロスしました俺以外みんな全ロスかもありがとうございましたあー強すぎいやまあ回収しに行こうと思ったらできるけどやらないありがとうございましたということで今回のマイクラをというわけでね今回のマイクラを終わっていこうと思う